今日も京都でぼちぼち。今回は7月に京都で行われる祇園祭りをご紹介します。前祭りの大和鉾と祇園祭りグルメをちょこっとご紹介していきます。祇園祭りの起源と言われているのは869年、京の都をはじめ日本各地に疫病が流行した時、当時の国の数66にちなんで66本の鉾を立て、神仙苑に神輿を送って厄災の除去を祈ったことに始まります。八坂神社の祭礼です。前祭りでは23基の山鉾が立ち並びます。まず一つ目は宝生山。丹後の上平井康政が和泉式部のために危険を犯して神殿の勾配を倒って与え、恋を実らせたという物語を題材にしている山です。そのため鎧をつけた御神体は勾配を持ってます。次は太子山。聖徳太子を祀るところからこの名前がついてます。四天王寺建立にあたり、聖徳太子が自ら山中に入って良材を求めたという書伝に基づき、この山のみ神儀に杉を建てます。油天神山。古くから町内に祀られていた天神像を勧請して作られた山で、ご神体は菅原道真です。油の工事綾小路下がるにあることから油天神山と呼ばれます。徳佐山。我が子を人にさらわれて一人徳佐を狩る翁がやがて再会の喜びに浸るという謡曲、徳佐を題材にした山です。ご神体は左手に徳佐、右手に鎌を持ってます。足狩山。世阿弥作と言われる謡曲足狩を元にした山です。故あって妻と離れて何輪の裏で足を刈る男がやがて妻との再会を果たす夫婦和合の姿を表しています。私が見に行ったのは13日やったんで、ちょうど提灯をつける作業をしてはりました。すでに準備が終わってた山や鉾もあったんですけど、まだ終わってへんかったとこもあったんで、ちょっと動画の中ではまだ完成してないやつもあるんですけど、すいません。祇園祭りの時期になると提灯が街中にも吊るされてたりするので、この提灯を見ると祇園祭りだなって思います。四条笠鉾。明治4年以降巡行参加が途絶えてましたが、昭和60年に再興されました。織物のしだりなどをつけた笠と棒振り囃子が巡行する古い鉾の形態である笠鉾の一つです。13日はまだ並んでなかったので14日に見に行ってきました。灯籠山。灯籠の斧を持って校舎の轍を防がんと干すという中国の故事にちなんでます。1376年に四条家の御所車に灯籠を乗せて巡行したのが始まりと言われています。カマキリと御所車の車輪が動くなど、祇園祭りの山鉾としては唯一からくりが施されてます。山の上にはカマキリが乗ってます。そんな灯籠山ではカマキリがおみくじを運んでくれるおみくじが人気です。くるくると自分で回すとカマキリが運んできてくれるんですけど、結構人気でよく行列ができてます。気になる人はぜひおみくじやってみてください。割拠山。中国の詩は二重思考の一人、割拠鎌堀の故事にちなんで作られ、鎌堀山とも言われます。地隠しという銅掛けを吊るす飾り板と日用衣障子の屋根が特徴です。宝華鉾。鉾の名は神儀の中ほどの天王座には宝華僧の像を祀るのに由来します。鉾頭は日、月、星の三光が下界を照らす形を示し、その形が須浜に似ているので別名須浜鉾とも呼ばれます。新町通りに面してある大きな鉾です。先端よく見てみてください。日、月、星に見えますかね。山や鉾に吊るされている提灯は柄が違ったりします。宝華鉾の提灯の模様は逆さミッキーに似てるなっていつも見てて思います。白河山。
断り山とも言われます。山の御神体は中国の周の時代、琴の名人だった白雅が友人正式の死を嘆いてその琴を割ったという故事を表しています。船鉾、神宮皇后が御懐妊中にもかかわらず断層で開戦して勝利し王子をお産みになったという逸話に基づいて鉾全体が船の形をしてます。後の祭りでは大船鉾という船鉾より一回りぐらい大きな鉾もあります。岩戸山、天照大御神の岩戸隠れの神話から来てます。山とはいえ室町時代加納永徳の洛中洛外図屏風で見られる岩戸山にはすでに車輪が描かれており、鉾と同じ車をつけた引き山です。山と鉾の見分けどうやってつけたらいいかわからへんって人いるかもしれないんですけど、めっちゃ簡単です。山は上に木がついてます。木がついてるのを見たら、あ、これ山やなってすぐわかると思います。白楽天山、唐の詩人白楽天と道林禅師が仏法について問答を交わしている姿を表した山です。こんな感じで各山や鉾はぐるっと歩いて回れます。さて次に向かいましょう。綾笠鉾、現在の山鉾の形態が完成する以前の非常に珍しい笠鉾の形態をとっている鉾です。鶏鉾、中国で天下太平で訴訟の時に使われる太鼓、漢鼓には苔が蒸して鳥が巣を作ったという平和な説話を表してます。鉾の上の三角の中の円形は漢鼓の中の鶏卵を表してます。小さい時はなんで鶏上についてへんのやろって思ってました。月鉾、鉾頭には三日月をつけているのでこの名で呼ばれます。神儀の中ほどの天王座には月読みの御事を祀ります。だいたい祇園祭りの宵山の次の日の新聞の写真はこの月鉾はドーンと大きく写ってることが多いです。各山鉾町では厄除けちまきというちまきが売られてます。人気の山鉾ではあっという間に完売したりもします。街中の市場通りにドーンと大きな鉾が立ってます。京都で育つと夏になるとこの光景を見かけるのは結構普通のことなんですけど、初めて見るとびっくりするかもしれません。横断歩道を渡るときに山とか鉾をちらっと眺めるのが結構好きです。漢古鉾、鉾の名は中国戦国時代姓の毛将軍が函谷関で家来に鳥の鳴き声を真似させて関門を開かせて難を逃れたという故事にちなみます。鉾頭の月と山形は山中の闇を表してます。7月16日の宵山の夜には提灯落としが行われます。菊水鉾、町内に古くからあった井戸菊水井にちなんで名付けられました。鉾頭には金色の透かし彫りの菊の花をつけてます。今年はやってはらへんのですけど、毎年鉾の隣でお茶席をしてはりました。日によって裏千家、表千家、武者の工事千家など変わるんですけど、お手前をされてる部屋でお菓子とお茶をいただけるっていうものでした。またお茶席再開されたらいいな。上は菊の形になってます。山伏山、山に飾る御神体が山伏の姿をしているのでこう呼ばれます。山伏、醸造記書が八坂の塔が皇居の方に傾いたのを恐れ多いとして塔の前に座って祈祷したところまっすぐに戻ったという伝説に基づいてます。あられ天神山、京都で大火があった時あられが降って火が消えたんですけど、その時天神像が降ってきたのでそれを祀ったのがこの山の始まりと言われてます。ここでお楽しみの祇園祭りグルメをご紹介します。ゼゼカンポッチリという中華のお店です。7月13日から16日の4日間のみ販売されるしみだれ豚まんという豚まんが人気のお店です。ふかふかの大きな豚まんにタレをたっぷり塗ったものです。1個500円、例年は買ってそのまま外でいただくんですけど、
今年は持ち帰りを推奨されているので、お家に帰っていただきたいと思います。裏出山、神宮皇后が備前の国松浦で鮎を釣って戦勝の印としたという日本書紀の説話を題材にした山です。鮎釣り山とも言われてます。妄想山、竹の子山ともいい、病気の母のために妄想が雪の中で竹の子を探し回ってついに掘り当てて母を喜ばせたという中国のお話にちなんだ山です。さて、ここまで22個見てきて残り1つ、全部回ろうと思うとおそらく1時間以上かかると思います。結構歩きごたえはあるんですけど、見どころもたくさんあるので軽い運動がてら回ってみるのもおすすめです。こちらはなぎなた鉾、鉾先に大なぎなたをつけて疫病邪悪を払いながら山鉾巡行の先頭を務めます。そのため古来よりくじを引くことのないくじ取らずの鉾です。現在は鉾の中で唯一イキチゴが乗ってしめ縄切りを行います。人気の鉾なのでたくさんの人が足を止めて写真を撮ってました。なぎなた鉾は道の反対側からが眺めやすいので神宮を渡りたいと思います。このなぎなた鉾は祇園祭りの主役みたいな鉾です。ちなみになぎなた鉾は女人禁制なので女の人は残念ながら上には上がれません。鉾の一番上には大きななぎなたがついてます。ちょうど薙刀鉾を向かい側から見ているとお囃子が聞こえてきました。祇園祭りを彩る祇園囃子です。お囃子はそれぞれの山や鉾の方々が練習されて演奏してくださいます。笛、鐘、太鼓の3つの楽器から構成されてます。だいたい1曲1分から1分半ぐらいの曲を20から30の曲を組み合わせて演奏されるそうです。祇園囃子やなとは思うんですけど、あ、これあの曲やな、またちょっと音楽変わったなとかいう耳はちょっと持ち合わせてないのでよくわかんなかったです。ではここからは祇園祭りでゲットしてきたものを少しご紹介したいと思います。3つ買ってきました。1つ目は厄除けちまきです。私は船鉾で買ってきました。こんな感じの袋に入ったちまきです。このちまきは玄関に飾るものなので食べれないので注意してください。次は吉兆鮎です。裏出山の説話の中に鮎が出てくるので裏出山で売られています。大黒殿の鮎が5つ入ってます。大黒殿さんの鮎美味しいんで普通にお店でも買えるので行ってみてください。最後にしみだれ豚まんです。めちゃくちゃ大きな豚まんです。めっちゃ小顔な人やったら顔の大きさぐらいかもしれません。人気なので行列ができていることもよくあります。夕方には大抵売り切れてます。それではいただきます。しっとりとして柔らかい生地に醤油だれが染みてます。もちもちっていうよりかはふわふわって感じです。中はこんな感じで具沢山です。タケノコやザーサイとかが入っててコリコリした食感が美味しいです。祇園祭りの時期になるとついつい食べたくなります。豚肉以外にもかなりいっぱい入ってるので大満足です。13時頃が空いてておすすめです。1個食べるとお腹いっぱいになって他のもの食べれなくなるんで注意してください。
しぶりに祇園祭を見に行って目頭が熱くなりました。3年ぶりの祇園祭、改めて素晴らしいお祭りやなって思いました。最後までご視聴ありがとうございました。